この料理からこぼれそうなほど君にもらった愛はどこに捨てよう。限りのある消費なんて僕はいらないよ。僕がずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。こっちの地方は土砂降りの晴天でした。昨日もずっと暇で一日満喫してました。別に君のことなんて考えてなんかいないさ。いやでもちょっと本当は考えてたかもなんて。メリーゴーランドみたいに回る僕の頭ん中はもうぐるぐるさ。この両手からこぼれそうなほど君にもらった愛はどこに捨てよう。限りのある消防品なんて僕はいらない。前から思ってることを話そうか。姿は見えないのに言葉だけ見えちゃってるんだ。僕が知らないことがあるだけで気が狂いそうだ。ぶら下がった感情が綺麗なのか汚いのか僕にはまだわからず、捨てるもないんだ。言葉の裏の裏が見えるまで待つからさ、待つくらいないじゃないか。進む君と止まった僕の縮まらない月を何でまだ素直に言葉にできない僕は人生の弱虫さ。この両手からこぼれそうなほど君に渡す愛を誰に譲ろう。そんなんどこにも果てがチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。何です、始まってんの、はい、今回は、はい、1643の天の弱、はい、歌いました。いやー、やっと来た。
この曲好き？好き。めちゃくちゃいいよな。昔聴いてた本当に。ヴァンパイアがきっと上がってると思う。はい。まあ、さっき歌ってるわけなの。うん、で、あそこでなんかボーカロイド、もう一曲歌おうってなってさ、こうやって歌ったけど、やっぱいい曲多いよね。いや、いいね。いいね、難しそうだね、うん、難しいよこの曲の何が難しいってさ、はい、あれがむずいあのメリーゴーラー、はい、もう俺これ気づいちゃったんですよね聴いてて三拍子なんだよここがね、はい、俺も分かったよなんか歌いづらいだろうなって思ったあ違うその原因が三拍子いやもう5よ1,2,3,1,2,3 そうそれ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 トライアングル、うん、だからね急に難しくなるんだよあそこがいや難しいしかも一瞬じゃんうんあれですぐまた戻るからそこがすごく難しいなと思ってあと今回僕アレンジしたの分かりますか、まあ、アレンジってこともあるんじゃないんですけど最初サビあーなるほどね最初本当サビからじゃないんですけどあーそうだね自分のサビから言っちゃいました、はい、すっごい発明したね超キモいじゃんいやいやまあよかった確かによかったよね、うんうん、よかったなんかもちろん A メロもすごい素敵なんだけど、うん、なんかやっぱり俺はこの曲すごいサビのパワーがもうめちゃくちゃすごいと思って、うん、サビから立っちゃったよだからいいねあそこでやっぱ心臓をつかもうと思ったあとあそこ、はい、天性のうーんあそこはちょっと難しかった俺知らないんだ俺も原曲聞いたことないそう俺も聞いたことないマジ原曲っていうかフルで聞いたって好きつつってしないやろほら話があって潜りですわ潜りだわ中学生の頃に、うん、音ゲーにハマってたの、うん、それでゲーセンでユービートっていうゲーム機があって知ってるかな分かんない嘘なんか太鼓の達人しか知らないボタンを押すんでこう666で並んでるやつが そう、それであ近くにあるんですよもしかしてあそうそうそうそれで唯一この曲だけエクストリームっていう一番難しい難易度で S 取った曲っていうのが生粋の人気だったってことでいや地元もゲーセンしかないから遊ぶからでもさそういうの楽しいよな楽しかった俺もなんかねあれはポップンだっけ何ですこういう丸いやつをこうやってあここまでいけるそれは分かるかもいや違う違う違うこうやって振ってきたやつをこれで押すやつは結構やってたかも古いやつかな。こっちの寒いからね。おいおい、なんかさらっとひどいこと言うな。最後のさ、まだ待つよんとかあるじゃん。うん。どうやって歌ったっけ？待つよかな。上行った。なんかね、ユーリっぽいなと思った。本当？アレンジが。まあ、いいちょっとやっちゃって。まだ待つよなんだよ確かに。あ、そうなんだ。本当は。まだ。待つやーって言ったじゃなかったかな分かんないその場でいけると思ったから言ったけど、うん、まあなんかそのアレンジもでもとっさだったにしてはまあまあうまくいったのではないかなと僕思いますよかったと思いますこの曲めちゃくちゃ高い、はい、あ着替えてる着替えてる着替えてるのだなんかすごい言うようになったなんかね調子乗ってきてるいやもう怖くないんで何言われてるまあね俺たち普段すごい優しいもんねはいこの顔悪い顔です最近あの夜ご飯食べる時に元太、うん、がダイエットしてるじゃないですか、はい、なんか彼帰っちゃうから、うん、なんか3人でご飯増えてきましたねそう確かに最近、うん、なんか俺がかわいそうだからみたいな感じで2人残ってくれるけどあどういう気持ちで残ってるこいつ1人かわいそうだなで残ってるいや普通にラッキー飯だって感じただ飯だっつって俺ちょっと今日髪型ちょっと頑張ってると思ういいちょっと頑張ってると思うね頑張ってるいつもと違って、まあ、頑張ってつかワックスつけてるなんでかっこつけたのあのボーカロイドさんって、うん、アイコン二次元じゃんあそうだキャラクターじゃん、うんうん、やっぱり俺もちょっと二次元に近づこうかなっていうこのちょっとしたもがき怒られるよ何二次元に二次元なめんなよってふざけんなよってごめんなさいどこどうしたらいいかな次元が違うからどこどうしたらいいかなもう平らになるしかないあとでお願いしますまあね俺たち今からまた夜ご飯食べようかなと仲良く3人でねはいまあ一旦コーヒーでも飲んで休憩しますかそうだね今日もう2曲目ですから、うん、次3曲目ね、うん、いけたらいいなと思いますまあね、また元太が家に帰ってまた編集しに行っちゃったので、はい、僕たち3人でまたコーヒーになりますが、はいまあ、元太に心の中で懺悔をしながら美味しいコーヒーをしばいていこうかなと思います、はい、それでは皆さんチャンネル登録とグッドはお忘れなく皆さんまた明日チャンネル登録お願いしますなんだそれ